おっ、日進月歩、塩田正弘です。今日はですね、いつも合気道のマニアックな動画をちょっとお届けしていたりしたんですけども、視聴者の方からもっと分かりやすく説明してくれとか、まあ、そういう依頼がありましたので、今日はですね、塩田合気道のマスコットキャラをですね、作りましてお呼びしてます。どうぞ。どうも、塩田合気道のマスコットキャラクターの愛ちゃんです。お願いします。言っときながらやってやるんだから。わかりました。いいですか？どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい。僕塩田合気道のマスコットキャラクターなんですけども、全く合気道のことをわかりません。知りません。まあね、最近入会してきたばかりですもんね。いや、入会とか言うんじゃないよ。そのね、中身の人はね、最近入会させていただいて、もうズムの素人なので、なので皆さんね、見てる方、その合気道やられてない方の、そのここどうなのとか、合気道これってそう本当なのみたいなやつをこう僕にいただければ、コメント欄で僕にいただければですね、それを塩田先生にこうぶつけていって、こうどうなんですかっていう素人目線でこうちょっと合気道をこうお伝えしていければなという気持ちで、僕はちょっとここに来させていただいております。マスコットキャラクターやらせていただこうと思います。非常にありがたいですよ。ね、いつも藤井さんと一緒にやってますけども、はい、どんどんマニアックな説明になっていくんですよね。そうですよ。もう分かんないんですよ、見てて。何って、上手い人同士がなんかやってるけどってなっちゃうんですよね。なので、もうでも本当にもう素人も素人ですから、受け身もできないですからね。受け身もできません。本当にもう骨を2本折る覚悟で来てます。わかりました。はい、骨折れないですよね先生。あ、大丈夫です。あ、さすがです。合気道優しい武道、ありがとうございます。そしたら岩本さん。いや、岩本じゃねえ。おい、もうピー入れろよ絶対に。やめてください。本当に愛ちゃんね。愛ちゃん、はい、ですね。はい、合気道をこう見て、そのなんか疑ってるところとか、はい、まあ、気になってるところってあります？ありますよ、それはもう、はい、その合気道って本当に使えるんですかっていう疑問ですよね。はい、護身術というか、その身を守る技術として使えるんですか、本当に。うんうん、そのただただやってるだけなんじゃないのかっていうのがあるんで、一、はい、回あの本気でぶん殴らせてください。あ、ぶん殴る。先生を一回本気で僕ぶん殴らせてください。わかりました。それに対して、はい、その合気道はどうするのかっていう、はい、それをちょっと知りたいんですけど、できます？じゃあやりましょうか。おお、はい、言うた。でも受け身取れないですよね。受け身は取れないです。じゃあ、怪我しない程度に、はい、やりましょう。じゃあ行きましょう、行きましょう。そうです、はい、それ見たい。はい、それ知りたい。視界がね、はい、まあ、こっちは視覚になっちゃってますからね。そうです。もうなんか先生の腰元しか見えてません、私は。もう先生の腰元で喋っております。私最初から不利な状況ですね。いやいやいや、反対かもしれない。いやいや、だからもうそのちゃんとやりますよ。ちゃんとやるんで。じゃあ一回ぶん殴らせてください。はい、やってみましょう。はい、です。塩田正弘チャンネル。でもその合気道、まあ老若男女できる、はい、まあ、ものですけど、一応僕男性なんで、はいはいはい、まあ、今日ちょっと女性にかけてもらいましょうか、技を。え、女性に？女性。いや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 、舐められたもんですね、僕も。ちょっと、はい、女性に手を挙げたくない、女性傷つけたくないけども、はい、やっちゃいますよ、そうなっちゃうと。うん、いいんですか？まあ、逆にね、ちょっとこういう臆病なパンチよりも、うん、あの当てる感じで言ってもらいたいんですよ。おお、言うじゃん、言うじゃん。え、もう本当に当てに行きますよ、じゃあ。じゃないと逆にね、はいはい、かけにくいんです。ほう、なるほどね。大体言うのよ、達人みたいな人、大体それ言う。もう本気で来てください。本気で来ないと逆にかかんない、それ言うのよ、はい、言ってやる、言ってやるよ、本当に。じゃあ、はい、藤さん。すごいいい人そうな女性が来たな。藤さん、藤さんですね。はい、若干緊張してません？
緊張しますよ。緊張してんの？俺が一番してるよ。技かけられよう。アイちゃんがいるからね。いや、アイちゃんだって誰も知らねえんだから。いやちょっと女性、まあね、ちょっと気引けるけど本気でいきますよ、藤井さん。お願いします。お願いします。まあ、どんな感じで来るんでしょうね。もうだからもう、その、もうスポーツの感じじゃないよ。もうだからもう、ストリートの感じでいきますよ。あっす。そうそうそう。じゃあちょっと、もう大丈夫？大丈夫です。いつでもいいの？来てください。うわ、すげえじゃん。ちょっと、よし。うわっ。大丈夫です。息出ますか？はあ、大丈夫そうですよ。愛ちゃんね、あの塩大気度って5回目なんですよ。そうですか。ね、ね、でも受け身うまかったですね。やっぱもう練習してきたから、ちょっと受け身がね、愛気度家の受け身に若干なってきましたね。なるほど。ちょっとズムの素人でなくなってきてるって感じですかね。何されたのかがよく分かんなかったっすね。これ冗談抜きで、いやお前その忖度やってんだろうって思われたくないんですけど、はい、マジでよく分かんないうちに倒れてました。やっぱこう本気で来られると、はい、やっぱその分力が返っちゃうみたいな。そうですね、やっぱ自分の力で崩れてるような感じですから。ああ、はいはいはい、それよう言いますよね、合気道ね。そうですね、だから、はい、むしろこんなヘナチョコな、はい、ヒラヒラなパンチだったら今のとかできないんですよ。ああ、なるほど、うん、でも本気でグワーっていったから、はい、あの感じでなんかスタンみたいななったっていう感じですかね。そうですね。ちょっと教えてくださいよ。どうなってたのか教えてくださいよ。わかりました、はい、まずこう、はい、普通だったら、うん、まあ、護身術として説明しますよ。打ってきたら、うん、まあ、逃げたくなりますよね、はい、でもこう合気道の人はこうやって打ってくるのすごい慣れてるんですよ、はい、で、まあ、このパンチさえ攻めて抑えればいいですよね、うん、あのなので、まあ、ちょっとでもこう良ければもう当たらないわけですよ、はいはい、だからまあそれにまあ黒帯の人は大体怖くなくなってきてる。はい、まあ、パンチだからまだしも、うん、あの担当とか打ちますから、まあ、慣れてるのと、まあ、見たら当たっちゃいますけども、うん、こうね、こんぐらい良ければいいやつですから。でだからこう打ってきたのが中に入ってくるんですね。こういうこと、まあ、まずこの入り身がまあ重要ってことですね。中に入る。中に入る。へー、うん、こうやって逃げたら当たっちゃいます。はいはいはい、だから中にこう入る、こういう感じですね、はい、で次に例えばちょっと遠かったら投げれないんですよね、うん、今入り身をすることによって相手の手が自分の中心に来ました、うん、まあここ今力が乗ってる状態ですね。だからこのままこういくと、まあ、崩れるっていうわけですよ。簡単な感じですね。簡単。へー、例えば手をパンにしますね、うん、例えば僕が今中心入りました、はい、でちゃんと力を張ってくる。これはパンチちゃんと相手に当てるっていうぐらい強く持ってくる、はいはい、そしたらこうやって、おーっ、不思議でしょ、すごっ、どういうこと？だからなんだろう、自分の軸を保ってると強いんですよね。打ってきたのが、まあ、藤井さんがやってた時も、ね、ちゃんと軸保ったり、こうやって崩れてたら持っていけないけども、今みたいにここの手が中心にあるとこう動いていっちゃう、こうやって撫でればいいんですよね。マジで悔しいな。耐えれないですね。なんか相手はまあ打つときはね、力んで打つわけですよ、はいはい、で力んで打つ時点でもう姿勢が崩れてますから、あ、うん、だからそれをね利用させていただいたって感じですよね。ああ、なるほど。今のは、うん、やっぱ結構実践なパターン、はいはい、こう打ってきたのを、うん、例えば合気道であればね、こうやって、はい、こういろいろね、あ、かけたりしますけども、それはね、その別の練習なんですよね、流れを確かめるため、はいはいはい、今のこう来たものは、うん、内側に入って、うん、まあ、こうやってね、まあ、こう決めるからでしょ。あの一撃で決めないと危ない、護身術になると、はいはいはい、だから、まあ、護身術の説明であればそうですね、はい、合気道の説明であればもっと別の説明をします。合気道の中に護身術が含まれてるって感じですかね。そうですね、まあ、合気道ができれば護身術はできるんですけども、護身術はね、相手に、ね、痛いもんですから、痛くさせないとかね。あ、なるほどね、うん、
で合気道は痛くさせないって言ってますもんね。そうですね。ああなるほどね。確かに痛くなかったもんな。もろ。なるほど。ありがとうございます。いえいえ。またあれ次の質問もお待ちしてますから。いや本当そうですね。ちょっと僕が質問していくんで先生に対して。だからその2メートルの外国人の人をボコボコにしたいんですけどっていう質問が来たらもうそれもね。言いますけども、ちゃんと連れてきてください。2メートルの人。そうですね。はいはいはい。いやもうだからやっていきますよ。もう塩田合気道潰してやるからな。本当ですか。入会されたらに。入会するな。やってやるよ本当に。いやぜひぜひあの視聴者目線で。はい、はい、やっていきましょう。